皆さんこんにちは。こんにちは、ファンカベイビーです。ファンカベイビーです。それぞれの自宅から、ズームでね、今撮ってます。ちょっと音とかがあるかもしれません。はい、聞こえる？聞こえます。はい。ちょっとお久しぶりの更新になるんですけれども、今日はですね、皆さんにお伝えしたいことがあります。はい、私たちファンカベイビーが普段、活動している樋口ダンススタジオというスタジオが東京の世田谷区にあります、私たちファンカベイビーが、出会った場所であり育った場所であります、うん、で今はインストラクターとして、長いこと、お世話になってますが、その樋口ダンススタジオがですね、新型コロナウイルスの、影響を受けまして、3月末から営業を自粛しております。で、その状況は今も続いていて、エンターテインメントの業界はどこもやっぱりなかなか今厳しい状況ではあるんですけど、樋口スタジオもこう今後スタジオを続けていくために、少しね、なんて言うんでしょう、状況がね、厳しくなってきてしまいました。で、そこでですね、5月25日から、クラウドファンディングというものに樋口ダンススタジオが挑戦することになりました。クラウドファンディングって何なのかなって思う方もいらっしゃると思うんですけど、インターネット上でですね、自分たちはこういう夢があります、こういう活動をしたいですっていう人たちが、支援を募ってですね、お金を、皆さんから支援していただいて、樋口スタジオの場合はですね、これからスタジオを、存続させていくための資金として、皆さんにお力を貸していただけないかなということで、クラウドファンディングに挑戦する運びとなりました。はい、詳しいその内容とか、実際のそのホームページは、私たちのこの動画の下の説明文ですね、概要欄に、URL を載せてます。で、そちらから見ていただけるので、ぜひ、見ていただけたら嬉しいです。はい、クラウドファンディングの、リターンというお金を支援していただいた分、皆さんにお返しをするっていうシステムがあるんですけど、その金額によってね、お返しする内容が変わってくるんですが、いくつか種類がね、あるんですよね。こんな感じでね、あります。T シャツとかタオルとか、スタジオのオリジナルグッズが、お礼とともに、そちらに送らせていただくというコースもあったりとか、あとは、自分がね、楽しむというリターンもあって、例えばインストラクターの中から先生をチョイスしていただいてプライベートレッスンを受けたりとか、あと支援していただいた方がお好きな曲をこれで踊ってもらいたいですっていうことをお気に入りのインストラクターの方に依頼してオリジナルの振り付けで踊ってもらって動画のデータをお渡しするっていうリターンとかもあります。好きに踊るっていう、そうみたいなのもあったりします。ね、なんか自分のお気に入りの、なんか思い入れのある曲とかあれば。もちろん。何それ。もちろん私たちでも、ね、選ぶ。私たちでも、はい。ご指名いただければ、この曲でやってほしいっていうのがあればね、ぜひ踊らせていただきます。バレエとなって、インストラクターとしては別々なんですけど。はい。私たち何でもやりますので、そちらの方もチェックしていただいて、はい、ね、あと もちろん他にもいろいろありますので、ぜひ、一度見ていただけたら嬉しいです。嬉しいです。の期間が決まっていて、5月25日から始まりまして、すでに初日でたくさんの方からね、ご支援いただいて、見てみたら、本当にありがたいですね。ありがとうございます。で、5月ありがとうございます。25日後に始まって、6月30日まで、約1ヶ月ですね。土曜日までですね。ます。そうなんです。で、一応目標金額っていうのがあります。で、それが樋口ダンススタジオ150万という、
金額を設定していて、まあ、そこに達することができないと、あの、全てこう、なんていうんですかね、パーになって金額をお返しする形になるんですよね。いただいた方にはもうお戻しする形になって、あの、達成できないですっていう感じ。ちょっとこれがね、うん、厳しい話なんですけど、いただいた分をありがとうございますと受け取れるわけではないんですよね。目標金額に達成しないと、ちょっと、あの、クラウドファンディングとしては成功しなかったということになってしまうという、うん、まあ、ね、ルールなんですけれども、なので、まあ、ちょっと150万目指して、なんとか頑張っていきたいなと思っております。はい、ぜひ、あの、皆さんね、大変な中だとは思うんですね。あの、もう本当に誰しも多かれ少なかれ、ね、影響を受けている中で、こういうお願いをするのは本当に恐縮なんですけれども、あの、ぜひ皆さんのお力を、樋口スタジオのためにお貸しいただければと思って、このような動画を作らせてもらいました。どうぞよろしくお願いします。お願いします。私たちも、もう、まあ、だから20年近くですかね、スタジオに来てから、うん、そうだね、中学生、高校生の頃からずっとお世話になってるスタジオなのでね、なんかこう最初はね、私たちも、まあ、生徒として来て、うん、でね、そこからずっとこう先生たちがいて、ヒデボーさん、私たちの師匠ですけど、うん、ヒデボーさんがいて、もうな、家にいる時間よりスタジオにいる時間のが長かったかな。長かったと思う。うん、本当に。そのままスタジオ。だよね。本当に土日ももちろんスタジオ。うん、もう青春のすべてっていう感じだね。うん、こんなに人生で踊ることあるんだろうかっていう日々を長年ね。あの、踊って食べて、踊って食べて寝てみたいな、そんな毎日。食べるのは大事です。本当にそんな日々を当たり前に、まあ、過ごしていった、本当に幸せな、ね、あの日々だったんですけど、うん、その当たり前、ね、だったものっていうのも、なんでも当たり前じゃないんだなっていう、うん、すごくこう、まあ、今になって余計に感じるというか、うん、ね、本当に樋口でのんと私が出会わなかったら、まあ、ファンカベイビーもなかったわけで、まあ、こうやって YouTube でね、今たくさんの方に見てもらってますけど、あの、こういう投稿もできなかったわけで、本当になんか、お家というか、育ててもらった場所と言えるスタジオなんですよね。なかなかやっぱり日本でのこうタップダンスっていうものの、肩身の狭さと言いますか。まだまだね、世に広まってるからね。ただすごくここにはタップ大好きな人たちが集まってきてくれて、うん、もうちっちゃいなお子さんから、ね、ママたち世代から、うん、たくさんの方がタップを愛してくださって、一緒に練習してくださって、うん、なんかそういったところからこう生まれるものを、なんかすごく大事な場所だなとやはり思うんですが、このね、クラウドファンディングが、まあ、成功した暁にはといってはなんですが、本当に改めて自分たちにできることを考えて、皆さんに恩返しというかお返しができて、できるようになりたいなと思ってますので、ね、それぞれに今考える時間たくさんあると思うので、私も、今後のことをちゃんと考えていきたいなと思っております。必ずね、やっぱり私たちはダンサーですから、なんかそういう芸でお返しするというとちょっと大げさなんですけど、そうやって頑張っていきたいなと思ってますので、もしよかったら、ね、樋口ダンススタジオのことを知らないで、ファンカベイビーの動画として見てくださってる方もたくさんいると思うんですが、なんかこの機会にぜひ、私たちの、ま、ルーツを知っていただいて、こういうことをやってるんだ、こういうスタジオなんだということをまた知ってもらうきっかけにもなったらいいなと思ってますので、よかったら、スタ
ターの方でリンクを飛んでいただいてチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。私たちも元気にしっかり対策をして頑張って いきたいと思いますので、皆様もどうかお体は気をつけて、ね、そうですね、うん、これからもまだ大変な日は続くと思うんですけど、まあ、自分を大事にしてね、できることからやっていけたらと思います。はい、そんな感じで終わります。